ケンケンの黄色いアキちゃんさん、ケンジロウさんのどのあたりが好きですか？デコですか？おっぱいですか？そうね、ケンちゃんのね、どの辺だろうな。まあでもケンジロウくんの人柄かな。まあ体のね感じも好きですけど、人柄がいいからね。なんか楽屋とかでも皆さんに僕らの楽屋の様子を多分ノーカットで見せたら、ほんと使えないようなことばっかだと思うんですけど、そういうなんかね、くだらないや、くだらないというか、まあ健全な男子ですよ。言ったら、20代男子のトークがまあ普通にあるわけですけど、それでいろんなとこでいろんなメンバーがまあボケたり、まあエリーの天然が発揮したりするんですけど、それにも、なんだろう、どんなに疲れてても、ケンちゃんはツッコミを入れてくれるんですよね。お前それちゃうやんけみたいなこととか、もう疲れてやる気がないんだけど、誰も突っ込まないとこでもちゃんとこう突っ込みは入れてる。だから関西人のなんだろうね、佐賀なのかわかんないですけど突っ込むんだよねケンちゃんは。だからこっちも安心してこうボケられるというか、ふざけたことを言えるって感じがしますね。